はい、皆さんおはようございます。やすひろです。今日は令和6年4月の7日日曜日、10時52分です。ということで、今日はね、僕の、コレクションの中から、オートアート製の悪魔の Z、を持ってきましたけども、まあ、残念なことにね、ミラーと、ワイパー、そしてバンパーが外れてますけども、まあでも塗装は綺麗な状況ですね。こういう状況でございます。まあオートアートはね、すごく綺麗な仕上げをしてくれるんだけど、やっぱりこういった、ワイパーとかね、ミラーとか、バンパーが外れやすいっていうのは欠点ですね。あ、でも、細部の作りは、オートアート製らしく、すごく綺麗に仕上げられているところがいいところでございます。まあ、特にこのホイールとかね、渡辺ホイールですよね、これね、いい感じに作られています。またデスクホイールとかね、そういうのもいい感じに作られています。昭和の、ラジコンでも、悪魔の Z ありますけど、まあ、オートアート製みたいな感じに、完全な作りではないですよね。こちらの方が よっぽど悪魔の Z らしいという感じがします。それでやすひろラジコンはしないのって、まあそうね、10分の1を考えてはいるんですけども、いまいちね、ちょっと気が乗らないっていうところがあって、迷ってるところです。それよりも、ちょっとミニッツをね、楽しもうかなという感じで、今昨日かな、昨日ちょっとミニッツのバッテリーを、注文したんですけどもね、4個ほど、ですね、部屋で楽しむにはちょうどいいかなという感じで、私のところの駐車場をちょっとね、利用して、マイサーキットを、作ってみたいと思っています。どういう風に作るってね、まあ、下地がコンクリートなんですよ。だからね、簡単に握るホースで作ろうかな、それとはベニヤ板で、作ろうかなっていうことを考えています。まあ、どっちにしても取り外しができるような感じで、駐車場にも利用できる、サーキットにも利用できるというような感じで、マイサーキットを作っていきたいと思っています。そういうところでね、今回はこれで終了です。お疲れ様でした。さようなら。